国内ではうちの病院だけですね。運動状態の時色で分けてまして、それを一つ一つ分析しコンピューターで計算します。激しい運動時との比較も全て自動で計算されます。検査開始から2時間ほどでもう結果出ちゃいますね。あ、結果出ましたね。風邪ですね。完全に風邪。